さあ始まりましたアイナチャンネル中山金牌2021展開予想展開推奨版の方発表していきたいと思います世界一わかりやすくですね展開の方解説していって今回の中山金牌がどういう傾向になっていくのかというのをですね徹底解説していきたいと思います まずですね、中山金牌2021展開の最重要ポイントからお伝えしていきます。ということでですね、今年最初の重賞で初勝利を願うそんなレースがですね、中山金牌2021になっております。年末から引き続いてですね、中山競馬場で開催されるということもあってですねえ、馬場傾向の分析っていうのはですね、中山競馬場しっかりとしていかなきゃいけない、先週までのですね、傾向をしっかりとおさらいしていかなきゃいけないのかなというふうに見ております。え馬場は若干回復傾向だと予想しております。とということでですね、火曜日 ですね、土日にやるよりかは、ですねババアは回復気味、内枠有力説、これがですねかなり有力になってくるのかなというところですね、えー、なぜこの内枠有力,説有力説がかなり有力なのかというところも、ですねこの後徹底的に解説していきたいと思います。 中山競馬場、芝の傾向ですね、有馬記念、そしてホープフルステークスのウィークだったですね、えー、先週の芝の傾向ですね、徹底的におさらいしていきたいなというふうに思っておりますということで,ですね、土曜日、先行馬13、差し馬2ということで,で、すね、えー、ホープフルステークス見てもらえば分かると思うんですけれども、差し馬が全くダメな展開になりましたということで,で、すね、先行馬がめちゃくちゃ有利だったよというところですね、そしてですね、日曜日、日曜日になると当たり前のように、ですね、先行馬が減って差し馬が増えるという流れですね、えー、土曜日、 日曜日日の開催でがが悪くくななって、日曜日は差しが決まりやすくなる。これはですね、もう知っておかなければいけない当たり前の常識でありますのでぜひです、ね、こちらを押さえておいてほしいなというふうに思っております今回火曜日レースということで,ですね、前日はレースがありませんということはですね、やはり土曜日の傾向がもるんでそうということで,ですねもう言わなくてもわかると思うんですけれども先行馬有利は当たり前になってくるのかなという予想が立つと思いますということで,ですね、こういった仮説を立ててですね、展開予想の方を徹底的にしていきたいなというふうに思っております 続いてですね、逃げ馬の予想をしていきたいと思います。展開の鍵を握る逃げ馬はどの馬なんでしょうか。外からですね、12番ロザムールという馬がですね、花を叩くように思えます。ミドルペースぐらいですね、この馬が逃げるときはだいたいスローペースかミドルペースぐらいになるので、そういったですね、緩い展開になりそうだなという印象がございます。外からですね、人気各馬、差し馬ですね、揃っているので、そういった馬がですね、やはり牽制し合う展開になるのかなという予想が立ちます。内を救った馬が穴を開ける展開にということで,ですね、外外をけ だとですねかなり厳しいのかな実力差はそこまでないので内枠の穴馬もバンバン宇宙をですね救った馬がですね穴を開ける展開になるのかなという予想をしておりますこちらがですねペースと展開のグラフになります今回ですね 2000m 中山の 2000m ですのでだいたいミドルペースぐらいで59秒6からですね1分06秒ぐらいのですね展開になるかと思います そうなった場合ですね、中山の2000メートルミドルペースですと、大体先行場に差し馬1ぐらいでですね、今の土曜日の傾向っていうのはですね、当てはまりやすいですよというところがですね、えー、こちらのですね、展開予想の肝となります。ホープフルステークスを参考にできるんですね。今回やはりホープフルステークスもですね、えー、やはり多頭数のですね、しかも先行場有利の展開になりました。えー、同距離同舞台ということでですね、えー、中山のですね、金牌もですね、先行場が有利というところはですね、ほぼほぼ間違いないのかなというふうに見ております。 とということでですね、軸馬を選ぶんだったら差し馬から選ぶ人はですね、えー、なかなかですね、決め打ちするのは難しいというところですね、えー、外したいなら差し馬から先行馬で当てていきたいなら先行馬からですね、えー、本命馬を決めていくというのがですね、今回の鉄則になると思います。 ここまではあくまで基礎ですということで,ですね。ここから中山金牌2021の展開予想を始めていきたいと思います。より詳しい位置取り見ていきましょうということで,ですね。展開を制するものは馬券を制すですね。徹底的に解説していきたいと思います。 こちらがですね、スタート直後のですね、えー、展開予想の様子、右回りコースですね。中山の右回りコースのスタート直後の様子になります。ロザムールがこの辺りからですね、花を叩いていく、外からですね、若干ですね、スタート2波の目ぐらいが速くなるような展開になってくると思われます。その後ですね、湘南バルディアあったり、テリトリアル、この辺りの馬がですね、経済コースを取りに行く、えー、心の灯台とテリトリアル、スタートがいい方がですね、この経済コースを取れるんじゃないかなという,ふうに思っております。どちらににせやですね、内枠の馬は内に潜り込める非常 非常にですね、素晴らしい展開になりやすいかなというところですね、えー。外枠各場ですね、やはり人気場が揃っているということもありますし、牽制し合うような展開になってですね、やはりこの 差し馬、そしてですね、えー、人気各馬からですね、本命を決めていくっていうのはですね、かなり難しいのかな、優劣のつけ方がかなり難しいのかな、信の技だというふうに思っております。ということで,で、すね、あまりですね、えー、そこまで見る目のない人っていうのは、ですね、えー、この外枠のですね、先行馬、ですね、えー、ここの馬をです、ね、スーッと軸にしてですね、いくと思うんですけども、やはり今回、展開予想的には、ですね、うちの馬から行くべきですよというところですね、えー、お伝えしていきたいなというふうに思っております。 こちらがですね、中山金杯のですね、対列が決まった後の展開予想になります。ミドルペースの中段選考場有利と書いてありますけれども、総波時計がだいたい2分08秒ぐらいですね、前半が60秒後でですね、上がりが35秒7、こういった展開になると思います。そしてですね、バンケ・ドミンゴ、この位置ですね。そしてですね、後ろの方にバイオスパーク、だいたいですね、8番手から9番手の外側で、そしてですね、ディープボンド、この人気各場ですね、やはり外外を回せる展開になるのかなというふうに思っております。ということでですね、 えー、やはり今回です、ね、外枠不利ということが、ね、明らかになってくるんではないかなというふうに思っているんですけれども、そこはです、ね、当日の馬場を見ないと何とも言えません、当日です、ね、外差しがバンバン決まるようなです、ね、そんな展開になったらです、ね、一回私の展開予想を忘れてもらって、外から狙ってください。しかしです、ね、今、仮説の段階ではありますけれども、やはり内枠の先行馬がです、ね、間違いなく有利になってくるのかなという印象がございます。 全然不思議じゃないと、むしろです、ね、このあたりの馬をです、ね、展開予想的には軸にしていきたいなという思いがございます。ということで,です、ね、今回やはり一番有利になってくるのはです、ね、このあたりの馬ですね、テリトリアルやです、ね、心の灯台、このあたりの馬がです、ね、非常に展開的には有利になってくる、内枠を引けましたし、先行できるという馬がです、ね、かなり有利になってくる展開になってくるのかなというふうに思っております。ということで,です、ね、後ろの馬ですね、後ろの馬は今回かなり厳しいですよというところですね、やはりまとめて差し切り。 といいいう展開ににはなりにくいと思います、えー。外からですね、まくるように上がってきて、ですね、実力の違いを見せつけられる馬がいればいいんですけれども、やはりハンデ戦ということもあって、ですね、そういった実力差は、ですね、金、え、量、ー、でですね、抑えつけられているので、今回はやはり内枠の先行ばからいきましょうというところが、ですね、えー、鉄則になってくると思います。 展開のまとめに行きたいと思います。当日の馬場を見ないことにはですね、不確定要素非常に大きいと思うんですけれども、それでもですね、やはり傾向からしてですね、内枠先行馬が有利になりやすいのかなというところがですね、仮説でございますということで,ですね、当日の傾向を見てこの仮説が正しければですね、この展開要素を大いにですね、参考にしてもらったらいいのかなというふうに思っております。ということでですね、外枠人気各馬っていうのはマイナス要素が大きくですね、やはり人気以上に、期待以上にですね、走ることは難しいのかなというふうな印象です。ということで,ですね、軸馬は本目馬ですね、 7対3で先行馬からというところですね、これは絶対に覚えておいてくださいということで,で、すね展開推奨場の発表に行きたいと思います。 展開推奨馬ですね。人気には全く関係なく展開が最も向く馬はどの馬なんでしょうか。テリトリアルを挙げさせていただきます。やはり最終地を通ってですね、先行できる経済コースっていうのがですね、有利になってくる。これはですね、間違いないと思います。ということでですね、高速レースが馬券になったポジションをですね、簡単に取っていけるのはこの馬なのかなという印象がございます。内枠各馬でですね、この馬が展開二重丸、馬券には絶対に入れておきたい一等ということでですね、軸にしないまでもですね、この馬は馬券にはですね、絶対入れてくださいというところです。 ね、押さえておいてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル支援のですね、メール登録もよろしくお願いいたします。メンバーにもなですね、ぜひなっていただきたいなというふうに思っております。解目はメンバー限定でございます。ということで,ですね。今日ですね、5時ぐらいに上げるですね、最終予想の方もしっかりとご覧ください。さようなら。